ちらの鍵でございます。鍵、例によって鍵が壊れておりまして、先日から鍵がかからない実は鍵がかかってなかったという大きな問題がございまして、ちょっと今からそれを見ていきたいと思います。これが壊れてたらちょっとやばくないですかね。今回手を入れていくのはグローバル社の X ステージ。15年おき300万円で購入した中古のキャンピングカーで、2020年2月上旬に納車しました。これがあるのね。で、これがね、これが普通押し込んだら、これをね、こうやって押し込んだら鍵が効くはずなんですけど、こいつがね、効いてないんですよ。止まんないんだよね、これ。何があったんでしょうね。ちょっとバラしていきたいと思います。大丈夫ですか、これ。これを取ったところで俺に分かるのかという話がね、あるんですけども。うわ、なんじゃこりゃ。これなかなかえげつないよこれ相当えげつない状況ですね。これでどう鍵が直せるんやと。これね、これをね、ちょっとここは壊れてないんで、ここをちょっとバラしてみて、で、状況はどうなってるのか確認したいと思います。これもネジを回すと外れることはもう分かってます。なるほど、なるほど、わかりました。問題は、なるほど、なるほど、わかりました。わかってしまいました。これが出る閉まるで鍵かかるんですよね。これが出てるときはここにもう一個大きなネジがついてるんで、今この細いやつが出てきてるからこれが開くんですけど、動くんですけど、これがこれが引っ込んだ場合、引っ込んだ場合は、あっちのノブみたいなやつがつくんですけど、ここにちょっと待ってね、行くよ。これでよし、引っかかった。オッケーオッケー。で、開く。閉まる。いえ。閉めます。閉めました。そして。よっしゃ。バッチリ。昨日、宅急便が届いておりまして、なんか車の中に入ってる。おお、来てるよ。これね、また来ております。なんかこの形状から何か分かりますでしょうか。これね、ハンドルカバーなんですよ。実はこのオキャン3号のいろいろ今ほらボディピカピカにしたりとか、中の快適化してるじゃないですか。一個ね、結構僕気になってるところがあって、それがハンドルだったんですよ、このベース車のね。
ちょっとなんていうの、色がこう黄ばんでるというか、まあもう取れない、磨いたりとか拭いて取れる汚れじゃないものがあって、もうそれが気になってて、変え、まあハンドル変えるわけにもいかないので、でこんなカバー買っちゃいました。わかりますかね、この黄ばみっていうの、なんとなくわかります、見て。まあこれなんですよね。まあ気にならない人はなんないかもしれないけど、僕ちょっとね、そのなんかちょっとこう毎日っていうか、この運転中ずっと握ってるものじゃないですか、なんかちょっと嫌で、取り付け方が書いてないけど、普通になんかはめていけばいいのかな。昔ヤンキーがつけてましたね、あのすっごい太いやつとか、キンキラキンですとかね。うん、全然サイズはぴったんこですよ。なんかぴったんこすぎて入る気がしないんですけど、大丈夫ですかこれ。このこんなに余裕がないよ。よし、入ったぞ。入りました。めっちゃ苦労したけど入った。あ、いいね。どうでしょう、ほらこんな感じでできました。おお、なんかすごい触り心地、しか握り心地もいいよ。うんうんうん、いいねいいね。ここもまた新しくなりました。これはですね、ここのやつですね、これとここ、これに付け替えたいと思います。ネジついた、まあこれ使えばいいか。これで全然形状違うし大きさも違うな。まあいいか。まずはこれを外します。これ電気ついてるよ。まずはこれでね、はみ出してもいいようにマスキングします。よいしょ。正直ですね、今回失敗しました。いいんです、もうこれは諦めました。もうでも実用的だと思うのでもういいですこっちはまあちゃんとしてますが、こっちねちょっと恥ずかしい状況になってしまいました。はい、ということで、まあこういうこともあるよということで、今日の作業はこれで終わりたいと思います。